工業関係の施設を川上に望む上流部市川の下流部市川は兵庫県南西部を流れる二級水系の本流。針馬五川のうち流路延長では加古川に次ぐ流域の針馬国府の市から市川と呼ばれるようになったと考えられている。兵庫県中部、丹波国、針馬国との境界近くにある長来市育の町の三国山に源を発して南流。 途中間崎群閣町と姫路市を流れ、姫路市鹿幕で、針真田に注ぐ。中流の姫路市補助で船場川を分けるが、船場川は独立した水系の扱いとなっている。古代から中世にかけては、現在の船場川が本流であったとされる。JR 西日本版単線と国道312号がほぼ並行する。上流部にはかつて、幾の銀山があった。 下流では、姫路城付近を流れていたが、江戸時代に、姫路藩の池田テルマサによって、東側に大きく付け替えられた。平成の調査によって、江戸時代に築造された、花田遺跡は水位を平均11センチ下げ、明治時代に築造された五岸沿いの、一室にとって水星港は流速を毎秒4メートル、緩めていることが分かった。また、テルマサの後の藩主、 本田忠政の時代に築造された、鹿間秘門と鹿間遺跡も、一定の治水、利水効果があることが判明した。カッコ内は、流域の自治体姫路市が、市川から40年間にわたり、兵庫県からの許可料に上乗せした、年間約320万立方メートルに及ぶ、無断取水を行った上、兵庫県に提出する取水データを改ざんしていたことが、 2010年3月に判明した。兵庫県は河川法違反の疑いもあると見ており、取水していた鉱山上水場を立ち入り検査する予定である。ありがとうございます。